皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも私です。では有罪無罪続きやってまいりましょうか。前回までで第1話、鬼嫁放火殺人事件ね、終わりを迎えました。では今日から第2話やっていきましょう。で、名前はそのままやね。パラレルワールド的な感じでやるのかな。刑法199条、人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。次のニュースです。本日未明、東京都品川区の万南大学校内で、同大学教授の倉橋学さん40歳の遺体が発見されました。警視庁捜査一課は、倉橋さんの妻、倉橋めぐみ容疑者33歳を殺人容疑で逮捕しました。調べに対し容疑者は犯行を否認している模様です。第2話、大学教授、保険金、殺人事件。青酸カリで死んだ大学教授、自殺を訴える妻、タイトルコールも許されなかった。審理1日目、11時5分。あれ裁判長とか、一緒やんみんな。では皆さん、そろそろ始めさせていただきます。裁判長の井原です。飯野さんね。ほんで、榊さんね。この辺のメンツは一緒ね。今回の裁判は皆さんと私たちとで一緒に事件について考え、評議し、判断していただきます。早速ですが、これから法廷で皆さんの前に現れる被告人は、夫を殺害したという殺人の罪で起訴されています。あれやね。パラレルワールドやね。もういきなりここなんやな、もうな。殺人？誰が？殺人って容疑者はどんな人なんですか？品川の大学で助教をしている方ですね。大学の助教か。ニュースでやってましたよね。私見ました。栗林麻美、大学生。私も大学生なので少し気になっていて。品川の大学教授殺人事件よね。重田美智子43歳、主婦。ユニセックスやな、めっちゃ見た目が。サスペンスドラマみたいな見出しだったわね。まさかテレビで見た事件に関わることになるねんてね。こんなからし色の服久しぶりに見たな。一時流行ったよね、からし色。わしも被害者の妻だっていう容疑者をテレビで見たが、あれは絶対やってるな。大体この手のおじさんって右端にセッティングされるんやね。これ、大体さ、あれやね、キャラクターの雰囲気は座り位置で確定するのかな。女房に寝首をかかれるようじゃ、おちおち寝てもいられねえ。それが寝首じゃなくって、青酸カリらしいんですよ。青酸カリ？そんなもんまで出してきたってのか。差し出がましいようですが、初めから決めつけてかかっては、公正な判断などできないのではありませんかな。医師、北里信弘。そうそう、人間なんて話してみなきゃわかんないっしょ。新庄徹、24歳。俺も見た目で軽いって思われがちなんすけど、意外と賢いんだよね。ほんまに。賢いね。ああ、賢い、賢い。ああ、賢いね。いい子だ。よしよし、いい子だ。あら、賢いね。はい。あれ。これから始まる後半で事件の内容が語られます。多少難しく感じられるかもしれませんが、わからないところは後ほど私たちに聞いていただいて構いません。皆さんの見識を生かして正しい判決を下せるよう、一緒に頑張っていきたいと思います。それでは時間ですね。早速法廷に参りましょう。
法廷に参る前に、まあ、ちょっとあれやね、前回第1話の反省点を生かしていきましょうっていうちょっと宣言をさせてくださいね。なんかここでみんなで話してさ、ぜひ本人に聞いてみましょうっていうことになる場合、まあ、ちゃんと私がこれを聞こうって指示しない限り、イベント的にさ、あのことを聞いてみようかなみたいな風に選択肢が出るんじゃないっていうのをちょっと念頭に常に置いておきましょう。で、改訂しますね。で、宣誓。被告人は証言台の前に立ってください。わ、なんか暗いぞ。まあ、そうやな。殺人の容疑かかってるからな。ニコニコしてたらもうこいつが犯人やわ、それは。名前は何と言いますか？倉橋めぐみです。生年月日は？昭和51年3月1日です。現在33歳ですね。本籍はどこですか？東京都新宿区一夜町一夜町 9-6 です。住所はどこですか？東京都新宿区一夜町 9-6-102 です。職業は何ですか？大学の助教です。起訴状には大学職員と記載されていますが、それでよろしいですか？はい。あなたは殺人の罪で起訴されています。起訴状は受け取っていますね。これからこの事件についての審理を始めます。殺人の罪。こんなおとなしそうな人なのに。余計なことは考えない。いや、余計なことは考えないようにしよう。これからの話をじっくり聞かないと。はじめに検察官に起訴状を朗読してもらいますので、よく聞いていてください。はい。起訴状朗読ね。まあ、これで大体どういう事件が起きたのかがわかると。公訴事実。被告人は夫、倉橋学、当時40年が、抗アレルギー薬のカプセルを毎日夜頃に服用していることを利用して、同人を殺害しようと企て。平成21年4月25日、東京都品川区万南町所在の万南大学薬学研究棟給湯室において、同人が同所に常備していた抗アレルギー薬カプセルに致死量を超えるシアン化カリウムを入れ、同日午後11時ごろ同所において上記抗アレルギー薬カプセルを同人に服用させ、よってその頃同人をシアン中毒により死亡させて殺害したものである。罪名および状、罪名および罰状、殺人。刑法第199条。以上です。まあね、この手のその、何、推理ゲームみたいに、この中に犯人がいるっていうテイストじゃないのがすごい新しいよね。で、こっから新しい犯人って出てくるとかないよね、多分このゲームって。この人がしたのかしてないかっていうのを判断するゲームよね。知らんけど、どうする？第三者いきなり出てきたら。待ってくださいっつって。犯人候補はもう一人います。まあ、この辺はね、前回、第1話と一緒ね。黙秘権の話ね。では、以上のことを踏まえた上でお聞きしますが、先ほど検察官が朗読した公訴事実に間違いはありませんか？いいえ。まあそうやわな。自分はしてないってことやもん。夫が死んだ時、私がそばに、同じ研究室にいたことは事実です。でも他は違います。すべて違っています。夫は自殺したんだと思います。私は殺してません。弁護人ご意見は？事実関係については被告人と同様です。
弁護士としては被告人の無罪を主張します。なお、公判前整理手続きの結果、本件の争点は、被告人が被害者の服用する薬を入れ替えた事実があるか否かであると考えております。わかりました。被告人は席に戻ってください。やっぱりまだ罪を認めていないんだ。これは。どれも、私どの気持ちもないねんけど。なんやろ、これ怪しい、この選択肢が。まあ真ん中ぐらいにしとくか。やっぱり殺してないのかも。そうだとしたら冤罪ってことに。ではこれより証拠調べに入ります。検察官どうぞ。検察側冒頭陳述ね。証拠により証明する事実を述べますと。では、ただいまから検察官が証拠によって証明しようとする具体的な事実を明らかにします。第一に、被告人の身の上経歴について申し上げます。大事やね。被告人、倉橋めぐみは、茨城県取手市で出生し、高校卒業後に親元を離れ、大学の阪南大学薬学部に進学。4年間の大学課程修了後は、同大学の大学院に進学。博士号修了課程、博士課程修了後、同大学研究室の助教となる。被害者、倉橋学さんは平成8年頃から、同研究室で大学職員として働くようになり、平成10年頃、大学院に進学した被告人と同研究室で知り合った。被告人と被害者は平成17年から交際を開始、約1年の交際を経た後、平成18年に婚姻、都内に居住地を定める。ほー、なお被告人に前科はなく現在に至るまで、被告人と被害者の間に子供はいません。今、舞台はこれ21年って言ってたよね。21年に殺害っていう話してたから、結婚して3年ぐらいか。なるほど。被告人と被害者は夫婦というだけじゃなくて。職場の同僚やね。職場の同僚だったんだ。それじゃあ二人は家でも職場でもいつも一緒だったのか。第二に犯行に至る経緯。および犯行の状況等について申し上げます。被告人はクレジットカードでの買い物を頻繁に繰り返しており、毎月の支払いが常に30万前後という状態であった。過去数回支払い遅延による督促を受けたこともあり、返済に窮する状況だったにもかかわらず、節約に努めることなく浪費を繰り返した。なんだ、まだクレジットの催促か？まあね。こんなん旦那さんにバレるの恥ずかしくないんかな？お前ちょっと使いすぎじゃないのか？後先考えずにカード使ってると、そのうち偉いことになるぞ。わかってるわよ、そんなこと。そうは言ってもさ、クレジットカード取り上げないんやね。借金は日を追うごとに膨れ上がり、ついにクレジット会社からカード停止の警告が届く事態に至る。どんだけよ。将来への経済的不安が頂点に達した被告人は、当面の借金返済と今後の生活資金を得るため、もうダメ、こんなの。耐えられない。被害者である夫にかかっている保険金を手にするため、夫の殺害を決意するに至った。なんぼ借金あったん？夫婦二人で働いてて返せないような借金？以前から重度の花粉症に悩んでいた被害者は、症状を抑えるための抗アレルギー剤を同大学の給湯室に常備し、毎日朝と夜に服用していた。この習慣を知っていた被告人は、平成21年4月25日、大学に休日出勤した被害者の後を追って出勤。研究室に被害者と自分しかいないことを確認し、被害者が
研究に没頭している隙に薬品庫に向かい、正規の手続きを踏まずシアン化カリウムを入手。被害者が常用する抗アレルギー剤と同じカプセルに致死量を超える 500mg を封入した被告人は、これを同給湯室内に置かれていた被害者の薬ケースに収める。まあでもこの手口って別にこの人じゃなくってもできる気はするけどな。どうなんやろ、この薬品庫セキュリティってまあ書いてるから、ある程度の権限持った人しか入れないのか。なんかもうこれできるんやったら、ここで青酸カリを入手できるんやったら、誰にでもね、マナブさんを殺すことってできたと思うんだけどな。他の抗アレルギー剤を排水口に吐き、その後被告人は研究室に戻り、自分の研究作業を続行。ここまでの被告人の行動は誰からも見とがめられることはなく、そして同日午後11時ごろ、被害者は普段通り給湯室に向かい、被告人によってすり替えられた薬を服用。研究室に戻り、数分後に違和感を感じる。う、なんだ、胸が急に、うぐ、ぐ、ぐ、ぐふ、が、め、ぐ。被告人の計画通り、被害者は急性のシアン中毒で死亡。被告人はその事実を確認した上で、救命措置を施さずに警察に通報し、自殺という虚偽の申告をすることで犯行を隠蔽し、同時に保険金を手にしようと目論んだ。なお当日、同研究室内には被告人と被害者しかいませんでした。以上が立証予定の事実です。まあでも近代史的に言うなら、あの体調崩して倒れた人を助けてほしくて連絡する先が救急車じゃなくって警察っていうのが怪しいみたいなことは言うてたけどな。知らんで、金田一くんが言うててんで。立証予定の事実か。さすが検察官、わかりやすい説明だな。で、今の話はまだ立証されてないんだっけ。続いて今後の証拠調べにおいて強調したい点を申し上げます。被害者のマナブさんは亡くなる1ヶ月前に念願の教授職に就いたばかりでした。この前途洋々とした時期に自殺したという被告人の主張は、そうねー、明らかに不自然かつ不合理です。本件は被告人が被害者を自殺に見せかけて殺害し、保険金を手にしようとしたものなのです。念願だった教授職に就いた直後の自殺か。確かに昇進したばかりなら自殺は考えにくいかな。検察官は被告人の犯行とともに、その動機の悪質性や事故の行為を隠蔽しようとした犯行後の情状についても立証いたします。また最愛の息子を亡くした被害者のご遺族の深い悲しみや処罰感情の強さについても立証いたします。なんぼほど入んの保険金は。でもさ、自殺ってさ、保険金入るっけ？ 100% は入らんのやったっけ？ん？自殺って入ったっけな？それにしても。被告人の様子が気になる。ここまで言われて被告人はどんな気分なんだろう？へきそうやな。わからない。続いて弁護側の冒頭陳述に移るわけですが、
これセーブしたらどうっていうおすすめよね。まだまだ私は平気だけど。あんたこれでも冒頭陳述ってこれ多分15分20分ぐらいしか聞いてないよ話。さすが頭絵だけあるな。宮廷やって。さすが。俺っちこう見えても頭いいんだかんねって。あー疲れる。さすが頭いいな。バビるわ。いやこれはなかなか肩が凝りますね。それにしても被告人のあの落ち着きぶり。なんだろうなあれは。っていうか気になったんすけど、被害者は青酸カリで死んだんだよね。いきなり出てきたなんとかカルシウム。シアン化カリウムのことですか？そう、そのシアンなんとかって何？青酸カリとは違うわけ。シアン化カリウムとは、これやんな。青酸カリの正式名じゃないの？シアン化カリウムとは、青酸カリの正式名ですよ。お、佐伯さん、マジ賢い。ま、そうじゃないかと思ってたけどさ。それで裁判の話だけど、クレジットの支払いが毎月30万ってちょっとすごいわね。それでお金に困って殺したんだとしたらひどすぎじゃない？確かにそれが事実であれば、あまりに身勝手で許しがたい犯行と言うべきですな。亡くなった旦那さんが出世したばかりっていうのも気になるわ。何か事件と関係があるんじゃないかしら。あの、さっきの話だけではまだ何とも。いずれにしろあの女は黒だな。あの態度でわしは確信した。まあまあ、まだ検察側の陳述が終わったばっかりですから。結論を急がず、じっくり考えていこうじゃありませんか。まあ、そりゃそうですな。北里さんの言う通り、じっくり考えないと。まあ、いろいろ不自然やけどね、聞きたいことはいっぱいあるね、これはね。では、開廷します。弁護人どうぞ。弁護側冒頭陳述ね。弁護人側からの事実を述べますと。罪状認否でも申し上げましたが、弁護人は被告人倉橋めぐみさんの無罪を主張します。まず、まなぶさんが教授職に就いたことで、極めて前向きな心持ちであったとの冒頭陳述がありましたが、昇進し教授になるということはそんな単純なものではありません。環境も仕事内容も変わり、一方で責任が増大することで、被害者は悩んでいたのです。最近どうした？昇進したての教授様がしょっぱい顔してさ。教授ね、なっては見たものの、あんまりいいもんじゃないって。上の連中は面倒ばっかり押し付けてくるし、二言目には教授の責任とくるし、下は下で教授なんだからとやっぱり面倒を押し付けてくる。でもやっと自分の研究ができるって喜んでたじゃないか。そんな暇ないよ。ただの雑用係ってとこかな。派閥だなんだって人間関係も面倒だし。やってられないよ実際。また常識的に考えていただければわかる話かと思いますが、普通に生活をしている人間が金銭に困ったからといって、夫や妻を安易に殺すでしょうか。被告人は被害者とされているマナブさんと同じ研究室で働いています。仮に相手を殺すほどに夫婦仲が冷え切っていたのであれば、周囲にもその状況が伺い知れると考えるのが自然です。しかし、夫婦仲はむしろ良さそうだった。こう同僚の方が証言しています。まあ、クレジット月に30万使いまくってても取り上げたりしないで、まあ、付き合いすぎなんじゃないかぐらいで終えてるあたりは、心の広い学さんやったんかもしれんな。私だったらもう絶対取り上げるね。勝手に解約したるわ。おいっつって。検察官の冒頭陳述にもありましたが、被告人は前科もなく、
至極真っ当な人生を歩んできた人物です。そんな人が買い物のしすぎでお金に困ったからといって、仲が悪くもない夫の保険金を目当てに自殺に見せかけて殺す。検察のそのような推論自体が極めて不自然です。また、学さんの薬をすり替えたという事実に関しても、被告人が行ったという確証はどこにもありません。すり替えの瞬間を目撃したという人物がいるわけでもなければ、すり替えを裏付ける物的な証拠があるわけでもありません。あ、そうな、なんかその、薬品室に入った後に給湯室に行く姿が、監視カメラに映ってたとかそういうのもないの？そんなあやふやな状況であるにもかかわらず、検察は被告人の犯行であると断言しているのです。被告人の犯行であるという証拠を何一つ示せていないのにです。すなわち、被告人が学さんを殺害したという主張は、検察官の想像に過ぎず、明らかな事実誤認と言えます。以上のことから明らかなように痛ましいことですが、被告人が言うように学さんの死は自殺である可能性があることを否定できないのです。今後もそのように主張していきます。ああ、なんかさ、この人が犯人じゃないっていう証拠を集めるとか、この人は犯人っていう証拠を集めるっていう、そのゲーム性はさ、割とわかりやすいねんけど、こっちがやったかやってないか決めるってなかなか難しいね、これ。どっちが正しいのかな？検察側も弁護側も筋は通ってる。こんなことで本当に結論を出せるのかな？わからない。頭が割れる。さて、この後証拠の取り調べに入りますが、その前に10分間休廷します。裁判員の皆さんは評議室でお待ちください。ふぅ。え？佐伯さん。佐伯さん。あ、ごめん、いいよ、栗林ちゃん。何？いえ、一緒に自販機に行け。ああ、そんな話？え、マジ？俺はサクッと一服しに行かないっすかって。いや、私、きつい、タバコ吸わないもん。私、人生で、タバコ吸ったことないもん。なんかその、タバコを吸う機会には恵まれた、というか、こんな風にね、仕事上の人とか、学校の友達とかで、タバコ吸わへん、吸いに行かへん、みたいな、なんかそういう、ノリでね、タバコを吸い始める瞬間に立ち会ったことはあるけど、お金もかかるし、体にも悪いし、っていうので、吸わなかった人生。なので。そっすか。残念。じゃ、また後で。じゃあ一緒に行きましょうか。え？はい、どうぞ。ありがとう。ああ、そういうことね。よしよし。よかった。なんかおごってくれたんかと思った。びっくりしたわ。大学生におごってもらうわけにはって。それにしても、裁判員って大変ですね。そうだね。でも、学生は辞退もできるのに。栗林さんは積極的に参加していて偉いね。佐伯さんにそう言ってもらえると嬉しい。何？私は大学で社会学を専攻していて、勉強になるかなと思って参加してみたんですが、被告人のめぐみさんに直接会ってみたら、なんだか、思っていたより重かった。はい、でもそれもあって、もっと真剣に考えなくちゃって、覚悟が決まりました。そうだね、あなた真面目だわ。選ばれたからには真剣に考えないといけないね。まあ人の人生をね、左右してしまう決断をするからね。はい、頑張りましょうね。さて、そろそろ行こうか。あら、二人ともどこ行ってたの？
10分しかないのに。ちょっと自販機まで。なんだ、あるのか。後で場所教えてくれんか。はい、では後で。誘えばよかったかな。すぐ近くでしたよね。なんで自分で見つけられなかったんですか？しかし、聞けば聞くほどひでえ話だ。なあ、佐伯さんよ。みんな私に。めっちゃ可愛いやろな、私これ。弁護人はあんなこと言ってたが、わしに言わせれば。犯人をかばうなんぞどうかしとる。彼女、マジ疲れてる顔してたじゃん。あれは絶対訳ありっすね。どんな事情かは知らんが、明らかに黒だ。佐伯さんもそう思うだろ？私は、もう序盤は一貫してわからないで通すよ。まだわかりません。どっちも正しいように聞こえて。ほう、そうかい。じゃあ、そっちのお嬢さんはどう思う？判断するのは早すぎると思うんです。私たちまだ証拠も見てませんし。しかしな、あの女の態度はあんたも見ただろ？わかってるんだけど、やっぱり怪しいと思っちゃうのよね。わしは絶対有罪だと思うがな。ですから、今の段階ではそうやって決めつけては。まあ、ちょっと落ち着きましょう。ねえ。そうだよ、今からそんなにヒートアップしてどうすんの？白熱した議論は、評議で存分にやろうじゃないですか。皆さん、どんな気持ちで聞いてるんやろな、この人たちな。この素人裁判員たちが、ピーチクパーチク言うてる姿は。